僕の若い頃は散々ね、悩んだけど、あれ、バカでしたよね。家庭と仕事両立。女房さ、完全に自分の味方にできない男がね、仕事でうまくいくわけないですよね。だから、家庭不和なんてのはもう、ゲのゲですよね。まあ、僕は不和で離婚したわけじゃないんですけど、やっぱりそういうふうな、こう、人の道をやっぱり理解してなかったね。だから、今までの女性の方々と奥さんとかね、もしかして女性奥さんにならなかった方々もそうだけど、大変失礼なことしたよね。それやっぱり、人間として一体何なんだみたいなことは、ソクラテスとかさ、孔子とかさ、孟子とか昔の人の叙事とかさ、勉強して、人間なんて変わりませんからね、2000年、3000年経ったってね。そうした、昔の人たちのその、資産をね、日本人が、まあ、日本人だけじゃないですけどね、引き継いでないっていうのは、もったいないですよね。まあ、たまたま僕はその、アクセンチャーって早期退職して、する前後から、そういうふうな、こう、勉強一生懸命やってきたから、たまたまこんなことに気がついたんだろうけど、普通は気がつかないですよね。退職金を一生懸命大事に持って、まあ、なんていうか、年を取っていくっていうか、死んでいくっていうかね、バカみたいなことですよね。結局、60で定年になって、7、90、30年生きていくって、30年だったら、ものすごい長いですよね。だそれはやっぱり、こう、自分として何が豊かなかっていうと、収入でもなければ、やっぱり結局は人と人との関係だと思うんですよね。まあ、人と人との関係をどういうふうにこう、うまくやっていくかによって、で、その大前提が家庭なんでしょうね。あともちろん仕事の関係もそうですけど、まあ、お客さんとの関係とかね、一緒にパートナーとの関係とか、いうのを相手の、気持ちになって考えてあげるみたいなことが、どんどんできてくれば、その相手が、やっぱり喜ぶ。相手が喜べば自分が嬉しいというふうな気持ちになっていくわけですよね。それがやっぱり自分の、充実感ですね。それでやっぱり、今の人たちっていうのは、だんだん豊か、まあ、生活豊かになってくるから、例えば食べ物とか、住環境とかっていうんじゃなくて、やっぱり、なんていうか、例の、自己実現っていうかね、知的欲求の満足っていうかね、そういうことがやっぱりだんだん、これからの社会になっていくと思うんですよね。例の、ローマとかギリシャの時代みたいなね、平民が仕事をしなくて、それでもって自分たちが精神的な欲求満足できるような、それは何なのかっていうことを追求してたわけですけど、それもやっぱり今の現代の人ってだんだんそういう方向に行っていくわけで、だから宇野塾なんか僕は一生懸命やってるのは、まあ、今日の午後も江藤と議論するけど、ああいうその、あいつがどこまで GDP 勉強してくるかわからないけど、君の GDP の定義とかさ、欠点はよくわかるけど、でもそもそもだけど、今、その、なんていうかね、彼が何だったっけな、GDP の、合わせて、もう一個なんか変なこと言ってる、おかしいって、もうこう2週間ぐらい議論して答えないんだけど。今日なんかそういうふうな、こう、で、そんなこと議論して何なのっていうとこあるわけですよね。GDP なんかどうでもいいんだけど、でも、かといってさ、そう思ってたんだけど、デモクラシーやっててさ、コンゴが400ドルで、日本が3万7000ドル。なんと100分の1じゃないかっていうと、本当に100分の1なのっていうと、ちょっと違うじゃないかなっていう。例えば、ベトナムが2000ドルでフィリピンが3000ドルって、フィリピンが全然貧しいよね。やっぱなんか違うんじゃないの？で、他に数字ないんだよね。確かに。ああ、そう言われるとそうですその時にやっぱり GDP は今のその一人当たり GDP はベトナム2000ドルのままでいいし、フィリピンは3000のままでいいんだけど、その時何が加味されてないのかってことを理解してる人がいないんだよね。
別に GDP を変えようなんていう気持ちは僕全くないんだけど、それをやっぱりその知的欲求っていうのかね、要するに、ウィズダムだよね。そうですか、そうね。で、例えば、そういうことだったんですね。例えば、IT イノベーションとか AI とかロボティクスがいくらやったって GDP に反映しませんからね。反映しないんだよ。あれ、まあ確かにその、会社の、効率上がるけど、結局、国民の数が減ってきゃ、それは GDP 減ってくるわけで、少なくとも AI って人を解雇したところでその人はまだいるわけだから、どうせ働かなきゃいけないから働くわけでしょ。だからウェイジーズの全体のパイっていうのはあんまり変わんないんだよ。だそういうふうなこう GDP って合ってて。でも実際にはその国家はそれでもってものすごくこう反映していくわけじゃないですか。で、だそれとでから、も GDP の成長っていうのが必ずしもリンクしてない、ないってしない、しないんだよ。それだからね、例えば、アメリカがさ、GDP、日本もそうだけど、ここ何年かに2%か3%、4%、5%ってもうすごい成長率高いって言うけど、もっと伸びてるような気がするんだよ、本当はね。でも、わかんないんだけど。でも、そこら辺のところはやっぱり、きちんと把握していかないと。で、シンガポールが日本をはるかに超えて6万ドルぐらい、日本が3万7千ドル、5万5千ドル。あって、シンガポールははるかに豊かって言ったら、でも一般大衆はそうかっていうと、そんなことないんですよね、あそこの国は。やっぱりごく少数の人間が金持ちになってるだけで、そこら辺のところの実態どうやって把握していくのかっていうことは、だそういう議論をね、やってるんですよ。だからそれはね、無用のようなんですね。今わかりました。すいません。無用のようなんですよ。いろいろやらなくていいんだよ。だから、もう一つだけ、エドと議論してるのは、僕はもともと英語で塾始めたのはね、いろんなやんだけど、やっていく中で分かってきたんだけど、だんだんそのヨーロッパの人を説得するっていうかね、論破できるようになってきたわけですよ。これは大事なこと、論破できる日本人っていないんじゃないですか、ほとんど。政治家も含めて。ね、そうですねって。ね、I agree with you ぐらいしか言ってね、ね、But, ね、your opinion is completely wrong っていう日本人いないでしょ。ね、Oh my God ってね、言う人いないでしょ。その後に来るそのヨーロッパ人の、反論をね、覚悟してそれを構えてさ、俺は論破できるなんていう日本人いないでしょ。政治家も民間人も企業でも。ね、それは明らかに間違ってるやつは、それは、証拠持ってやれいいけど、いわゆるそのリベラルアーツっぽいね、政治論議とか経済とかさ、ディプロマシーで、ね、まあ、言う日本、でもそれがやっぱり、僕、白人に対して日本人がその劣等意識持ってるっていうのはあるわけですよね、歴然と。だから、そういうことに対してやっぱり劣等意識の根源何があるのかっていうと、まず議論ができない。それが彼らからリスペクトされない。それ何かあったら、生活の、なんていうかな、豊かさもあるかもしれないけど、やっぱりそういったところなんですよね。いやー、そうですね。やっぱ、我なんかからすると、先ほどさんが言ってたように、その仕事に心が取り憑かれちゃっててっていうのは、いや、そういうことができないから、そういう自分がこう手持ちでできるところに心を取り憑かせてしまうのか、まあ、それともまあ、それが、そういうことが結果として、まあ、その心は取り憑いちゃってるからこそ、そういう、こう、リベラルアーツみたいなことできないのか、まあ、どっちにせよ、仕事に取り憑いてる自分の心みたいなのを、こう、いっぺん引き剥がして、見ないといろんなこと始まらないかなだとと思いま思すよ。まあ、今 GDP の話だけど、さっき言ったように、もっとそのグローバルのパースペクティブっていうかね、うんですよ。もしくはその労使とか工資が考えてるような、その壮大なものの見方とかね、いうのを、自分がその日頃からそういうふうな、ことに勤しんでればね、身の回りのことは小さく感じますよね。それでやっぱり日本人っていうのは、やっぱり戦争を負けたり、なんかいろいろ、儒学を勉強忘れちゃっただけじゃなくて、その戦争に負けたんでアメリカが
ウォーギルドインフォメーションプログラムってやって、日本人がダメだバカだって、散々やられて TQC や TQC やられて、ストラテジックのマインド消しちゃったっていう、そういうふうなことに対して反省してませんよね。うん。で、僕はだからその、第一次世界大戦の本を書いた時に思ったのは、昨日夜話した時に、もう話したんだけど、自虐史観ってね、自分を悪いことしたとか、中国と悪いことした、アジアと悪いことしたって、もうお前ダメだみたいなことずっと言われてきたから、うん、そうかなと思ってんだろうけど、そんなことはないですよね。アジアの中でやっぱり日本人がなんで尊敬されてるのかって言ったらさ、これ英語の資料散々読んでさ、あなた分かったかどうかわかんないけど、マレーとかマレー人とかさ、フィリピン人とかさ、インドネシア人がなぜ日本人を尊敬して、今でも尊敬してる、ドゥテルテが日本をなぜ好きなのかって、本当はね、本当は何かってね、あの日本人はね、現地の人とあんまりね、貧しさ変わらなかったの。うん。ピストル持ってるけど、弾あんまり持ってないね。うん。で、身なりも、そう思う、欧米人の軍は兵隊よりはる